すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、モイカ選手、昨日ダボの難しい打ち上げの長い390ヤードのパー4をなんとか、素晴らしいタッチの2パットでパーでしのぎました。さあ、ここも打ち上げの380ヤード長いホールですので、なんとかパーで乗り切れればと思います。右ドッグで打ち上げで、結構難しいホールです。ちょっと右に出ましたが、右フェアウェイでしょうか。森川選手、かなりドライバー飛ばしてきました。打ち上げですが、残り143ヤードです。160ヤード程度が必要だと思います。方向はいい感じで飛んでっています。ナイスオンです。ナイスオンでした。約6メーターぐらいのパットとなります。ナイスパー。6番7番と上りの長いパー4の難関ホールをパーで乗り切りました。ここでまた寄せてバーディーで、飛んでます。距離は近いです。ナイスショットです。モエカ選手、スーパーショットでした。162ヤードパー3、なんと皆さんこれでした。 OK バーディーです。今日4つ目のバーディー、アンダーパーに突入です。8番タップインバーディーです。ナイスバーディー。前半最後のホール、パー5、526ヤードです。こんな感じの打ち下ろし打ち上げになってます。右キック、右キックになってます。フェアウェイに戻ってきました。ナイスショットでした。フェアウェイキープです。
2打目は打ち上げでピンまでは259ヤード打ち上げなので届きそうもありません。またバンカーがたくさんあるのでバンカーに入らないような形でのレイアップショットになります。予想としては180ヤード程度のレイアップのショットになるのではないかと思われます。バンカーを越えるように5番ウッドまた3番ウッドで距離を稼ぐように打っていきました。ピンは手前なので少々難しいアプローチになりますが距離は40ヤードの打ち上げです。ショートしてしまいました。残りの約10メートルぐらい残っています。ちょっとアプローチがショートしてしまいました。してしまって難しいパットが残ってしまいました。なんとか入れてアンダーで折り返したいです。前川選手、前半は2アンダーで折り返しました。今、イーブンパーです。カットラインは1オーバーなので十分チャンスあります。フェアウェイマンダーです。ナイスショットです。少し風が吹いてきました。フォローです。残り150ヤード傾斜はグリーン傾斜を右から左バンカー左エッジぐらいに狙ってピンに寄せていければと思います。感じキックレフト、キックレフト、レフト、レフト。ちょっとキックが悪かったですが、グリーンの真ん中に乗りました。下りのスライスっていう感じですか。十分に。入る距離だと思います。さあこれを入れて後半のチャージに期待したいと思います。ちょっと打ち切れませんでした。
ナイスバーです。中にクリークが見えます。左右のバンカーも効いています。この山の標高は3300m あります。ここから40分に行かずに行ったところにミッションユースカントリークラブがあります。前川選手、追い風で池に入らないように3番ウッドでティーショット打ってフェアウェイ真ん中キープです。ティーショットちょっとダフり気味で距離が出ませんでした。左の先のバンカーは250ヤードありますので3番ウッドでグリーン方向に打っていけば問題ないと思います。ナイスショットです。フェアウェイド真ん中です。残りは100ヤード以内だと思います。かなり風が出てきました。打ち上げの70ヤードです。グリーンは右から左に傾斜がしているのでピンの右3、4ヤード、いい感じでいってます。いい感じのショットです。下りはちょっと難しい4メートルぐらいのラインですが、なんとかねじ込んでほしいです。バーディーパットです。ナイスパー。12番ホール382ヤードのパー4です。左から右にフェアウェイが傾斜しています。380ヤードですから女子にとっては大変ですが、風はフォローの風が吹いております。フォローが吹いていて2番目に打った選手はバンカーに届いてしまいました。左のフェアウェイド真ん中、ナイスショットです。距離も出ています。距離は139ヤードありますが、打ち下ろしおよびフォローの風が吹いているので130も打てばいいんじゃないかと思います。ゴちょっとショートでした。やっぱり風下りの計算が難しいショットでした。ちょっと寄り切りませんでした。ですがそんなに難しい寄せではないので、ぜひパーを取ってほしいところです。問題ないでしょう。
スパ。